今日はこの夜間をね、綺麗にしようと思うんだけども、この夜間ももう10年以上使ってる夜間で、もうステンレスの夜間なんだけども、だいぶね汚れが目立ってきたよね。ダイソーでねさっき買ってきたんだけど、これです。セスキ炭酸ソーダね。ちょうどねなんか鍋があったんで、これに夜間を丸ごとつけますか。スパゲッティ茹でる鍋なんだけども、入るかな。ああ入った入った、あバッチリじゃん。これちょうどギリ入った。とりあえず分量どれぐらいだろうな、換気扇汚れの場合は 500ml に対して本品 5g をお湯に溶かしてやってくれって書いてある。もう分かんない、もう適当でいいや。もう汚れがだいぶひどいからもうたっぷり入れた。そしてこれ100円だしね。よいしょ、もうこれだいぶ真っ白になってるな、飽和状態。色がだいぶ濃度高めのセスキ炭酸水ができましたね。ちなみにこのセスキ炭酸ソーダで、まあ、鍋とかそういうのを洗浄する場合はアルミは絶対ダメだね。アルミとセスキ炭酸ソーダあんまり相性が良くないらしくてね、やるならステンレスの鍋でやってくださいということです。じゃあ沸騰するまで待ちましょうかね。沸騰させてる間にいろいろとセスキ炭酸ソーダについて調べてたんだけども、これ重曹の10倍の洗浄力を持つって書いてるね。よく重曹でこうやってさ汚れを煮て落とすってのがあるけども、あれ重曹でも結構落ちるんだよね、この鍋の汚れなんか。それの10倍っていうぐらいだからさ、この夜間の汚れなんかもだいぶ綺麗になるんじゃないのかな。沸騰してきたね。これもうボコボコ言ってるわ。じゃあまあそろそろあれかな、火を止めてしばらくつけておくか。100度まで沸騰したんでもういいでしょう。とりあえずじゃあしばらくつけて、で汚れが落ちるか見てみましょう。何分ぐらいやっただろうか、30分ぐらいはもうつけたのかな。まあ、だいぶつけ置いたんで、じゃあちょっとどれぐらい汚れが落ちてるか見てみますかね。つけ置きしてる間にさ、いろんな動画を見てたわけですよ。そのセスキ水で夜間の汚れを落とすとか鍋の汚れを落とすみたいな動画見てたんだけどさ、みんななんだろう、そんなにセスキソーダ入れてなかったね。なんか大さじ3杯とかそんなもんだったね。俺みたいにそんなドバドバ入れてる人はいなかった。過剰なぐらい、あ入れてる、んだいぶ綺麗になってるねこれ。ほらもうピカピカじゃん。ちょっとさ、こうプラスチックのヘラでこするだけでもうこびりついた汚れが落ち、ちょっと待って、もうちょっと分かりやすく夜間の方で、蓋じゃなくて、ほら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 、これなんかあれ、おおすげえ、おー面白い、こんなに簡単に落ちるのか。これサビなのかこれは。この
夜間の裏の汚れは十分小汚いな。さすがにサビは無理だな。セスキ水では落ちないね。ちょっとは綺麗になったけども、また別の薬品とかがいるんじゃないか。サビだとサンポールとかがよくサビに効くっていうけども、あんまり夜間サンポールにつけたくないよな。なんか割と上の方がこうツルツルしてるじゃん、こう綺麗になってるのに比べて下の方がすごいまだ汚れがあんまり取れてないというか、多分これは下の方のやつは空だきしてついた汚れなんじゃないかなと。よくあのステンレスの薪ストーブなんかを使ってるとこういう感じの色味になってくるもんね。熱ステンレスにね、あの熱を加えるとこういう風になっちゃうんだね。まあよくそのステンレス製のあのアウトドアストーブとかを、まあ、こういう使えば使うほどこういう色になってきて、で味が出てきたなんてこう言う人もいるからね、まあ、これは味として楽しめばいいんじゃないかなって。これも味とすると、これ汚れサビかなと思ったら、実は金だわしでこすったら汚れだったっていうパターン。あれからさ、やっぱりあの頑張ってちま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 汚れ落としてたんだけども、結構落ちるもんだね。あの歯ブラシで落ちなかったところは、こう硬いヘラとかこういう金だわしでこするとね、だいぶ落ちたりする。歯ブラシだけじゃね、ちょっと力が足りない。こういうハード系な、ハードにこそげ落とす系のたわしもないとダメだね。これが限界かな。あとこのこう超強力アルカリ水にさ、この素手で指つけていいものか、ちょっと後でめっちゃ手荒れそう。まあいいや。あのいろいろいじってみて分かったんだけども、こうやって手で表面を触って、でちょっとあのボコボコっとしたところがあったら、そこを大抵これで擦れば落ちるよね。で滑らかになってて、なおかつ汚れてるところは無理だな。こう突起物のような汚れがあったら大抵落ちるっていう。で今こう触った感じもだいぶ突起物もなくなって、もう素の金属の表面が出てきたかなっていう。ここが微妙に突起物が、もういい加減もう目に見えないレベルの突起物だな。だいぶ綺麗になったよこれ。うん、でこれが完成形かな。うん、これ以上は多分綺麗になんないね。いやー、なんかこういうのってさこう磨き出すと止まらないね。いつまでもやってちゃうわ。で蓋もこんな感じにだいぶ綺麗になったしね。うん、なかなか蘇ったんじゃない？うん。あとね、とりあえずまあ夜間はまああの綺麗になったんで、こういう五徳なんかをさ、さっき夜間を煮詰めた水に入れて、ちょっとまあ捨てるのもったいないなと思って再利用してるんだけどね。あのこれ注意事項だけどね、結構あのアルカリが強いから手がヌルヌルしてる。多分表面のさ、このタンパク質皮が溶けてヌルついてるんだと思うけどね。やるならゴム手とかした方がいいかもしれないですね。うん、なんか温泉に入ったような、アルカリ質の強い温泉に入ったような、そういう感じの手になってます。じゃあまあ今日はこれぐらいで。